はい、皆さんこんにちは。オークションなどの中古市場で丸型アグリルを買おうと思った方によく、このリールを買おうと思ってるんですけどどうですかみたいなご質問を受けたりとか、あとは買ってしまった後にどうでしょうかって言われて、いやいや買う前に言ってくださいよみたいな感じで突っ込んだりすることもあります。ということで今回はそのようなことがないように、中古市場で丸型アブを買う際の注意点について皆様にお届けしたいと思います。まず互換性のないモデルというのは注意が必要です。丸型アブリールを使うメリットとして、ほとんどの機種がパーツに互換性があるというものがあります。一見全く違う形に見える山型、波型、鍋型、そしてパーミングっていうのが、実はネジもカップもフレームもウォームシャフトも全てはめれるとか、内部構造がほとんど同じでパーツも一緒だったりします。ですから複数台のアブリールを持っていれば、一つのリールにトラブルがあった時にフォローできますし、一回分解掃除を覚えてしまえばいろいろな機種のリールで対応できます。しかし丸型アブリールの中には根本的に内部構造が違ったりパーツに互換性が全くないというものも存在します。そうなってくると丸型アブリールを使うメリットの一つが完全に失われてしまうわけです。例えばよくお客様に相談を受けるのが D5 シリーズです。これは5600と6600があって、フレッシュウォーターとソルトウォーターがラインナップされており、パッと見丸型アブなので5000番のアブが5000台で売ってましたよとか、6000番台のアブが6000台で売ってましたよとかいう感じで相談を受けます。これはよく見ると分かるようにレベルワインダーとスプールの構造自体が全く違いますし、こうなるとスプールもシャフトも別物なので他の機種と共通のパーツがほとんどありません。もちろん 6500SH みたいに広く使われていて支持されている機種でスプールシャフトが固定式で他の機種と互換性がないというものもありますけども、これの場合はレベルワインダーやネジなど共通する部分もありますし、スネークヘッドコーリアとかビーストみたいな互換性のある兄弟もいます。 SH は山型でコーリアはパーミングで、ビーストは鍋型になってるみたいに違うタイプで互換性があるというのも魅力的です。ただこの D5 シリーズというのは兄弟が同じシリーズのみっていう風になってしまいますし、販売されていた期間も非常に短いのでパーツも入手しづらくて買ってからかなり苦労しそうです。とりあえず安いので買っておいて使い潰すみたいな感じだったら全然いいんですけども、これをお手入れとか修理しながら長く使っていこうと思うとパーツに互換性があるという特徴を享受できないので注意が必要です。他にはカレックスや BCX という機種も互換性がないです。これは日本には流通していないモデルで、特別なルートを使ってでんでん丸でも販売していましたが、互換性がないこととリペアがないということを先にお客様にご説明して、その代わり頑丈で安いっていうので納得してもらってご購入いただいていましたが、そういった知識とか割り切りがなくて安易に買うのは非常に危険です。他にもレコードみたいに部分的に互換性がないという機種も存在しています。コグホイールとかベアリングは合うんだけどスプールの形状が違うみたいな、そんな感じです。次に注意したいのがボールベアリングの数です。以前この Q&A で数字とアルファベットの意味という動画をアップして、あれを見てご理解いただいている方は C という文字の後ろについている数字がボールベアリングの数だというのをご理解いただいていると思いますが、今回先に紹介したレコードみたいに名前の中にヒントがないものでたくさんのボールベアリングが入っているというものがあります。このレコードというのはカップ側のギアの中に一つボールベアリングが入っています。ただファクトリーチューンみたいにE リングではめてあって、それを自由に外すことができてボールベアリングが入っているという感じではなくて、完全に固定された状態でボールベアリングが入っています。ギアが固定されているというのは現行のアブに多いので、社外品のボールベアリング入りのギアを移植しようと思った時に上の部分を削って
外すんですけど、このレコードのギアの中にボールベアリングが入っているということを知らずに上を削って外してしまうと、あ、先にボールベアリングが入っているじゃんということで無駄な作業をしてしまったみたいなことが起こったりします。ですからそのようにボールベアリングの数が不明な機種を買う場合はパーツ表がちゃんとついた中古品を買うとかメーカーに問い合わせるとかしてしっかりと把握する必要があるということです。他に注意したいことは、年式が中途半端なものというのはあまりお勧めできません。具体的にはオリム時代からマミヤ OP 前半ぐらいまでの年代です。マミヤ OP 時代後期の90年代後半から現代までのリールというのはほとんど内部構造も同じで、パーツも互換性があって、何かトラブルがあった場合もパーツ交換で対応できたり、分解掃除をする手順なども一緒だったりするのがほとんどです。そしてこの半端な時期じゃなくて、もっともっと古い82年以前のオールダブという風になってきても、内部構造に共通性があったりとか人気がある世代なので、社外品でいろいろなパーツが発売されていたりとかします。さらに日本にはオールドアブ専門店なども多く、何かトラブルがあった時に対応してもらえることも多いです。こんな感じでアブリールというのはある程度新しいか思いっきり古いっていうものだと困った時に助かることも多いのですが、半端な時期だとパーツに互換性がなかったり構造が違ったりして対応できなかったり、この年式というのは基本的にあまり人気がないので市場価格も高くなくて、必要なくなった時に転売したいなと思った時もうまくいかないことが多いです。そして次に紹介したい注意点は、使用感とは関係なくて値段が釣り上がっているものがあるということです。例えばマミヤ OP 時代に復刻された赤ベロは生産数が多く当時割引で売られていたりしましたが、他の波型モデルというのはかなり数が少なかったので、時が経ってから価格が急騰したみたいな歴史があったりします。さらにここ10年ほどピュアフィッシングジャパンの正規で4000万が作られていないので、突然当時の限定ゴールドの左巻きの価格が上がるということが起こるかもしれません。このチャンネルではデンマル鑑定団というコーナーでいろいろな価格が上がったアブリルというのを紹介してきました。中には発売した時には不人気で何年もデンデマルにも在庫があったなみたいなものが今になって値段が上がってるみたいなこともあります。このような感じで自分が使おうと思う使用感と全く関係ない部分で価格が上がっているのに、それを勘違いしてしまうというのが非常に危ないです。具体的な例を挙げると、先に紹介したマミヤ OP 時代の復刻の波型のアブも単純に使うという使用感で考えたら現行のアブと同じぐらいか少し劣るぐらいだと思います。それを中古価格を見て、あ、すごいな、値段が上がってるな、いいものかもしれないって言って飛びついてしまうよりは、それを買うぐらいのお金があるんだったら現行の CS ロケットを新品で買ったりとか、4万円とか5万円とか出せるっていうそういう財力があるんだったら素直に新品のファクトリーチューンを買っちゃった方がいいです。こんな感じで自分が快適に使いたいというその使用感というものとは全く関係ない部分で金額が上がっているということを注意する必要があるわけですね。最後に紹介したいのが、オークションにはリスクがあるということです。例えばアブリルというのはパーツに互換性があるので、ギア比を変えて写真を撮ってオークションに出していても絶対にわからないです。でそれでその機種のギア比だと思って買って、で使っているうちに何となく違和感があるなって思いながらやっていて、やっぱおかしいなって言って分解してやっとそこで気がついたっていう状態になった時にもうタイムラグがあるの でその出品者に問い合わせようと思ったらもうその人いなくなっていたみたいな、そういうことが起こっちゃったりとか、あとは基本的にリールというのは消耗品なので中古品というのはパーツが摩耗している可能性があります。それも写真ではわからなかったりします。
もちろんこれらのリスクをゼロにするということはできませんが、安易に飛びつくとかいい意味の割り切りを持って買うということをすれば、物質的にも精神的にもリスクを抑えられると思います。ということで今回は店頭でもメールなどでもよくご質問をいただく中古市場の丸型アンバサダーについて皆様にお話ししてみました。今回の内容が役に立ったの、面白かったなと思っていただいた方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。ということでこれからも店頭やメール、コメント欄でいただいたご質問にどんどん答えていこうと思っておりますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。こちらを押してください。